皆さんこんにちは、鈴木ひろしです。今日は本日オープンする世界初の指定型テーマパーク、ドリルランドのオープニングセレモニーにお邪魔しています。イエーイ。このドリルランドは地下500メートルに建てられた地下最大のテーマパークで、ドリザラ協会と地底王国が共同で開発した夢の一大レジャーランドです。おや、ゲストに招かれたおなじみのドリラーたちが集合したようです。一匹狼のアウトロー、森あかりさん、世界一の女性ドリラー、アンナ・ロッテンマイヤーさん、ドリラー研究所が誇る高性能ロボット、オリンガー・ゼットさん、いやいや、どうもどうも皆さん、この度ドリルランドの建設を任されましたフルイードです。かねてからドリラーを題材にしたテーマパークを作りたいと思っていました。本日はどうぞ楽しんでいってください。そして最後はドリラー協会会長、堀海蔵氏と指定王国の王様が登場です。ここにドリルランドの開園を宣言する。さて、準備は整ったな。そうですね、完成にこぎつけましたし。それではお前らはアトラクションの準備に取り掛かれ。もう仕事終わりじゃないの？バイト代いらないならもう帰ってもいいぞ。さて仕事に取り掛かるぞ。早速ドリルランドへ行ってみよう。でもどうやって行くわね？ドリルランドへようこそ。皆様招待状をお持ちですね。ではこちらへどうぞ。あ、あんなところにエレベーターがあるわん。さあこちらへ。それでは行ってらっしゃいませ。どこまで降りていくんだろう。ドリルランドは地下500メートルに建てられた巨大テーマパークです。ドリラー協会と地底王国が開発した夢のレジャーランドをどうぞお楽しみください。うわー、すごいすごいすごい。これがアトラクションだわん。うん、これ面白そうだね。入ってみる？何何？参加できるのはお一人様です。だって。ロボットでも参加できるのでしょうか？大丈夫だろ。しかも参加っていうか実際に挑戦するらしいぞ。仕事でもないのに無駄に体を動かすってのもなんだな。まあいいじゃないの。せっかく来たんだしさ。さあどこに行くわん？ここにするわん。冒険者の挑戦を待つだって。ふん、ここは世界中を飛び回っているわししかいないな。そうだね。では行ってくるぞみんな。うわっ、父さんヘルメット。お、おお。大丈夫かな。古代遺跡の秘宝をめぐる冒険活劇、ドリンリーアドベンチャーへようこそ。
よっしゃ、行くぞい。よっしゃ。よっしゃ！ いやー！
メだった。